フェルビーストが制作した蒸気自動車のスケッチフェルビーストの蒸気車とは、イエズス会の宣教師として、新代中国で活動したフェルディナント・フェルビーストが制作した蒸気の力を利用して走行した車両である。人は乗れなかった。全長60センチメートルで、人は乗れずそのため操縦もできなかったが、蒸気による動力を乗せ自力で推進しており、その点で自動車に該当し、 自動車という考えがまだなかった時代の最も初期の試みの一つとして自動車の歴史の冒頭に名を連ねている。1665年から1680年の間に行われたと考えられている。蒸気者が勝手に動くのを見て驚く、中国人を見てフェルビーストは喜んでいたと言われる。1687年、フェルビーストの著作が中国語からラテン語に翻訳され、 アストロノミア・エウロペアとして紹介され、この事実が欧州でも知られるようになった。蒸気機関は原始的なものだったが、ジョバンニ・ブランカの原理を応用したもので、燃焼部上法にボイラーを置き、ボイラーから噴射される蒸気を水平に回転する羽車に当てるタービン式で最も初期のガスタービンエンジンと言える。羽車の回転は垂直の軸で下方に伝えられ、 車軸上にあるギアで90度回転方向を変えて、車軸を回転させ、トラクションで走行した。四輪とは別に固定舵としての車輪がもう一つあり、周回が可能で、また1時間ほど連続走行できた。シャーシ部は1枚版で、車輪も1枚版だった。これは古代中国の貨車からの発想とも考えられている。ありがとうございます。